Hello, this is Hiroshihaya Shihama、uh, m a s at, u、uh, i Japan. The Himiko's disk mirror excavated at Okino-Shima Island, Japan.Dokyo or her disk mirror was or is a calendar.This is a story about it.Himiko の d o はカレンダーだったという話を今日はします。沖縄島ですね。日本で最も神聖な島です。 何人も許可なく上陸することはできませんこれが沖ノ島ですけどもこの沖ノ島からは2万点近い財宝が見つかっています卑弥呼の財宝と言われていますその中の一つがこの道鏡ですこの道鏡はカレンダーでしたそれについて話す前に少し回り道をしなければなりません林エイ氏の来日論を説明いたしますこれが、 伊勢神宮です伊勢神宮から270.00で真西に線を引きますとその直線はほぼ沖ノ島にやってきますほんのわずかエラーが出ます角度的には0.23度のエラーが出ますともかくも沖ノ島は伊勢神宮の真西にあるということですこれが伊勢神宮ですねそしてこの線を270.00での真西に伸ばしますと 沖の島を直撃します、まあ、こういうのを見られますとね、あのまあ、偶然だというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんけども、ちょっとお待ちくださいね。これだけで私はあの伊勢神宮と沖ノ島の関係を、まあ、あの決定づけているわけではありません。まあ、ともかくも、この線が伊勢神宮から270.00でやってきますと、この沖ノ島にを直撃するということですね。これが沖ノ島です。 大変こうなっていますが、興味深い形をしていると思います。中央の尾根がどこかの方向を示しているようにも見えます。これが沖ノ島ですけれども、この沖の島の近く、海底からはですね、海底遺跡も見つかっています。つまり、沖ノ島はただの島ではないということです。ただの島ではないということは、私たちの常識の中に、はい、収まるようなあ島ではない。もっと言えば、 謎に満ち,満ち溢れた島ということになります、えー、左の上から二段目がその道教です後でこの道教についての精査をいたしますがまあこの道教には驚くべき事実が含まれていましたと言いますかその道教には彫り込まれていました、まあ、こうした財宝が 見つかっているわけですけども現在ほとんどの財宝は九州の宗像大社の方に移されています。まあ,あの高校学者の説明といいますかあのウィキペディアなどの説明によればこうした財宝は姫子が百済から持ち込んだものだというふうに言われています。これが先ほど言いました、 海底遺跡ですねなぜこんなものがここにあるかということをもう、まあ、私たちの常識の範囲を超えてますね。いわゆる常識では理解できないということです。まあ、海底遺跡といえばですね、出雲大社の、えー、沖にもあの。 あるそうですしそれからよく知られているのがあまあいろいろありますよね、まあ、とにかくもこれが海底遺跡ですで真ん中中央下にあるのがサイトバルです沖の島ですこの沖の島とサイトバルを線でつなぎますとその途中に太宰府天満宮がありますややエラーが出ます この右の線が沖縄島とサイトバルをつないだ線です。ダダイフテンマーグが中心にあります。エラーは 1.8km です。これは英国のエイブベリーです。このイギリスのエイブベリーと今度はサイトバルをつなぎますが、沖縄島を通ってその直線はですね、サイトバルへと行きます。 エイブベリーというのは日本と大変、なんて言いますか、関係の深い遺跡です。いろいろな、いろいろなところでエイブベリーと日本はつながります。これも一つの例です。エイブベリーと沖の島をつなぎます。そしてこの線が、まあ今、今してに、え、沖の島をつないで、そしてまっすぐ延長してサイトバル、サイトバルへ来た線です。この直線とですね、 先ほどのザダイフ天満宮とのエラーを見てみますと、これがザダイフ天満宮で、そして、この真ん中を走っている斜めの線が、これがエブベリーとサイトバル、沖ノ島サイトバルをつないだ線です。エラーは760メートルで先より、先ほどよりも、のエラーよりも短くなりましたですね。が、これだけじゃありませんよ。これがザダイフ天満宮です。 そして、右にあるのが、まあ、ちょっとごめんなさい、沖ノ島と、それから、あのー、サイトバルですね。で、つないで、そして、今度は出雲大社とつないでみます。ここに三角形ができます。次に出雲大社と伊勢神宮をつなぎます。 そして、サイドバルと伊勢神宮をつなぎます。その直線は、足釣り岬のあの巨石群の上を通過いたします。距離を見てください。エラーは3キロですね。そして、出雲大社、サイドバル、出雲大社、伊勢神宮のエラーは360メートルです。こういう関係にあるわけですね。 そしてその間の角度は92度。こちらの角度が93度ということになります。まあ完璧にというわけではありませんけれども、ほぼ掃除形、掃除であるということですね、この2つの三角形は。まあこれも偶然といえば偶然ということになってしまいますが、まだちょっとお待ちくださいね。太宰府天満宮と今度は宇佐神宮をつなぎます。そして、 宇佐神宮とサイトバルをつなぎます。位置関係を見てみます、えー。宇佐神宮から見ると、ドダフ大府天満宮は270.00、西。それから宇佐神宮からサイトバルを見ますと、180.00、まあ、南の関係にあります。それだけではありません。B の距離は A の距離の、A の距離はですね、これ間違いですね。A は、 B の距離の2倍です。エラーは100メートル以内だったと思いますよ。まあエラーというエラーではありません。ここに村方大社があります。沖の島からの財宝はほとんどがここに移されています。この村方大社の宝物殿の M さんという方には大変お世話になりました。 改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。これが胸型大社です。これが宝物殿の方だと思います。えー、左の列の上から二段目にあるのがその堂堂です。まあひみこの。 秘密と言いますか。隠し財,財,財産と言いますかね。というふうに言われています。で、日本とエイブベリーの関係について簡単に触れておきます。これがサイトバルです。九州、ジャパンです。そしてこれがエイブベリーですね。イングランドです。もう一度、エイブベリーとサイトバルを線でつないでみます。 詳しい情報は21分55秒から始まります実は銅鐸とこれはあの静岡県岩田市の西の谷遺跡で見つかった銅鐸ですけれどもこの銅鐸もそれからエイブベリーも同じコンセプトで作られた万年カレンダーであるということです簡単な見方を説明いたします えー、左が銅卓、右がエイブベリーです。一番外側の数字、銅卓の方は日にちを示します。えー、エイブベリーの方は中央の小さい丸、中間、中くらいの丸が日にちを表します。そして、えー、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月という配列になっています。29というのは、もちろん、えー 退院歴における1ヶ月の日日数を言います。29日ですね。ですから、えー、29日でやっていきますとちょうど3年目にちょうど、まあ、29. いくつかの,あの余分な日にちが出てきますから3年目を13ヶ月としますこれを純粋退院歴と言いますそして1212 12というのは当然月,を月の数を示します 12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月となります。29は1から29日の日数を示します。が、27年,年目ごとにまたエラーが出ますので、エイブベリーの方では27個の岩を並べて、そして27年目ごとに、えー、また月を調整したわけであります。そして、まあ、なんて言いますか。 まあいいですね。で左の銅鐸は、まあ、言うなれば簡易天文観,観測装置ということになりますしカレンダーということになりますし右のエブベリーの石は国際標準字を示すカレンダーということになります左が銅鐸で右がエブベリーですじゃあなぜここで銅鐸が出てくるかエブベリーが出てくるかと言いますと先ほどのライン理論を思い出してくださいこのラインですね 出雲大社と伊勢神宮の間を見てください。出雲大社と伊勢神宮です。上が出雲、右が伊勢です。その真直線下、おそらく10メートルも狂わない範囲の中で、鴨岩倉遺跡があります。この鴨岩倉遺跡からは、日本でも最多数の銅鐸が見つかっています。これで関係はもうお分かりですね。えでは、これから卑弥呼の同郷についての 話をします。ライン色で同居、東京、ドータク、サイトバルは結びつきます。どうかご覧ください。Hello、this is Hiroshihayashi, Hamamacity, Japan.My City of 19 multiplied by 7 or the winter solstice.19×7 の謎、サクタントージ。 今年年はそのの当時とということになります。でその作誕当時の暦がですね卑弥呼の同郷に刻み込まれていました、まあ、これは私がもう1年以上も前に発見したことなんですけども大変な発見だと自分では思っていますけどもほとんど注目されていませんので、まあ、今年作誕当時の年ということもあり改めて その時作りましたビデオ、みなさんに、紹介しますどうか皆さん。もう一度ご覧になってください。よろし、くお願いします。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase, Japan. It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Himiko and uh, her disk miller. Which one of them uh, is uh, nearest to Himiko? This is the miller, I think, or I'm sure. Mirna san konnichiwa. Himiko ni chipan tchikai, dokyo wa To watashua mayowazu, konno dokyo なぜならばこの道教が沖の島で発見され現在は宗方大社のです、ねえー、陳列室に国宝として陳列されているからであります博物館にですね、えー、沖の島からは数万点以上の2万点だったと思いますけども宝物が発見されております、えー、大社の M さんどうもありがとうございますこの資料は門外不出ですけども M さんにに特別に送っていただきましたこれがその同居なんですねでまず、まあ、ここに英語で書きましたけどどうして起き残してしまうかということはこの続くビデオを見てください。で私はこの動機を見た時、まあ、とても驚くべきものだということをすぐさま発見しました。まず最初にしたことはこの周りをと取り囲んでいるこの細い線の数ですね。 私はこれを最初に数えました。部分的に薄くなっていて見えないところありますが、光を変いてみると見えます。この部分ですね。その数が365なんですね。太陽暦の1年の日数と一致したわけであります。これに驚きました。多分中央には地図が以前は彫り込んであったと思うんですけども、それは今は、 このようにボロボロになっています。とても残念です。さらに、この銅橋にはですね、4つのメモリがついております。これを皆さん、考古学者の先生たちは模様だと言っておりますが、とんでもない間違いですね、これは模様ではありません。4, 4列のメモリ、グラデュエーションズがついております。それで私と Wi-Fi ですね、別々の場所でそれぞれ影響し合わないところで,ですね、この 正確に数えてみました皆さんももし確認なさるようでしたらビデオをその都度止めてですねご自身でご確認くださいこの白い点から白い点白い点から白い点というようにしてまず数えてそして後で合計してみたわけであります、まあ、白い点から白い点の手前一歩ですね一つまでを数えて後で合計してみました で私たちは大変注意深くこの数を数えてみました。私がまずやった結果を皆さんにお見せいたします。えー、まず一番外側から、まあ、これ全部数えたんですけども、4列数えました。皆さんも数えてみてください。右下部分ですね。まあ、小さくあのちょっと見にくいかもしれませんけど、下にメモをしたのが私が数えた数字です。左下部分ですね。 A が一番外側になります。で BCD ときて D が一番内側の三角形の数あるいは目盛りの数ですねこれが左上の部分ですこのようにして数えましたで今度はワイフの方も数えましてこれが右上の部分です数字が下に書いてありますね右下の部分です この同鏡の,、まあ、あの素晴らしい点はほとんど錆がないということですね多少すり減ってますけどもあの三角形についてはきれいに数えられますただあの細い線につきましてはです、ね、光がの当て,当て方によって線の部分が逆になるところがあるから注意してくださいね逆ってことはあの飛びあの出て凹凸部が何て言いますかあの黒くなり逆にいや凸部が黒くなったり凸部が,が白くなったりしますからね 注意してくださいそしてその結果もまた大変驚くべきものでした驚きました正直言って驚きましたまさにこれは国宝です国宝にふさわしい同郷です卑弥呼が持っていたに間違いない同郷でありますこの黒いあの字の方は私が調べた結果です赤い字はワイフが調べた結果です全く一致しました そしてこの3つの数字を見てください。130、121、115、合計しますと366、すなわち、ルード氏の1年の日数なんですね。1000の数が平年の365本、そしてこれが366個あるわけですね。何を意味するか。大変なことなんですね、これは。あのめちゃくちゃつけた数じゃないんですね。じゃあこの133は何かということになりますね。133というのはですね、 13 19かける7なんですねこの19という数字には特別な意味があるんです。太陽対印歴の世界においては特別な意味があるんですよ。それは何かそれについてはウィキペディアが詳しく説明してますのでまあ読んでみてください。昔はですね、冬至を1年の始まりとしていたんですね。で、11月と。しかし、19年に一度、11月1日が、 当時になるわけですこれを作端当時と言います19年に一度ですよで、7ウル同士の7ウルの周期を小,小と言ったというわけですねここで19 7という数字が出てくるんですその組み合わせについてはまだ私は謎を解けていませんけれどもまあ、この一行実中には解けると思いますまあ、日本もその 中国語の習慣に習って19年7ウルの原則に基づく暦が正確に運用されたということも書き記されております。これで19の意味が分かりましたね。で1 9る7は何かもう皆さんお気づきだと思います。すなわちこの 中田大社の沖ノ島で見つかったこの銅鏡はただの銅鏡ではないだから国宝に指定されてるんですね。真ん中の真ん中明らかに地図だったと思いますよ残念ですね。この今、まあ、美術館といいますかあのちょっと正式な名前してませんがここにそれが飾られております。 次のビデオを見てくだされば、なぜ沖の島かということが分かっていただけます。沖の島というのは、卑弥呼そのものの島と考えてよろしいわけです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。M さん、どうもありがとうございました。あなたに大変感謝しています。Thank you very much for watching. See you next time. b y e h e l l o This is hiroshiyashi Hamamatsuri, Japan. For the people in Avery, Dotak or Brunswick versus Avery, the stone circle, both are calendars. Here I can show you what these are with evidence and proof. Hello, my friends in United Kingdom. Here I can show you the answer to the mystery of Avery, along with Dotaku in Japan. Both has got the same concept, and you, you will know what these are. This is Dotaku uh, found or excavated in uh, Ni Iwata City, uh, Shizuoka Prefecture, Japan. And I could solve the mystery of Dotaku along with the mystery of Avery together. Now, I will show you the basic pattern of Dotak and uh, Avery stone circle. Here, you can count sort of uh, graduations and the stones in both uh, Dotak and Avery. The numbers are shown here 12, 12, 13. 12 12, 13. This, these numbers indicate the months. 12 months, 12 months, 13 months. 12 months, 12 months, 13 months. And 29 indicates the number of the dates in lunar calendars. So, January is here, and December is here for the first year. And 29 indicates the number of days. In lunar calendars. So, 13, the number of 13 indicates the n month number of the months every three years. And these are days. And for example, October 28th, my verse is here. And you got you see the uh, twenty-seven here in Stone Circle in, in Avery, it indicates that uh, every twenty-seven years you need adjustment. I'll show you how you need the adjustment. Okay, every twenty-seven years you have an extra twenty-eight point four two two days. And you can see uh, sort of a marking stones here at Avery. You put these stones and at each point to know the date year and years. okay this is a basic pattern of the dotaku and you will know how to use this uh, calendars this calendar this is days these are days and months so 29 days 29 shows the date a number of the dates 29.5 anyway uh, if uh, one year is 300, 354 in January and December, so second year January and December. This uh, this indicate 20 uh, so 24. So next third year 13 months. Then it works as a lunar calendar. Extra one month here every three years. and he said about the sort of, uh, explained about the sort of uh lunar calendars. so every three years you have 13 months. right. so this is a calendar. promise. You. 29 days. first year, second year and third year. first year, second and third year. okay. so this indicate uh, year one. Uh, May the third, and July thirteenth, and October the twenty-eighth, my birthday. Oh, sorry, twenty-eighth is my birthday. Sorry, not the 20th. Anyway, May third is here in the third, second year. July the thirteenth in the second year, and October the fifteenth in the third uh, second year. But in the third year, you have thirteen months: May the third here, and July the thirteenth here, and October the fifteenth. Now you see this is a. It, this works in one aspect as a calendar. Now this time, I explain about the Avery calendar. This is. As you know, this is a calendar in every stone circle. Zone A. I divided it into four zones Zone B, and Zone C, and Zone D. Excuse me. And F is here. Now you see 22 rocks, but you are missing one rock here. And Zone C, 27 rocks. And Zone D. You can count the number of the rocks, twenty-nine rocks, and plus 0.5. And zone F, you can count twenty-seven rocks. And zone at the zone B, you you are missing one rock here in, in at the entrance gate, out here because other three entrance gates have uh, two big, uh, huge uh, rocks here like these. Okay and here you can see two huge rocks but here you kind of see the, another rock here so maybe you're missing one rock here there used to be one big rock here so the number of rocks are here like this this is the basic pattern of the uh, avery and 24 point uh, rocks and on, on the left top 22 rocks but plus 1 23 right So uh, every uh, 20.53 .5, uh, 5, uh, days, uh, you will have a one month, right? This is a uh, solar calendar. But every year, you have a sort of an extra 30, uh, 10, uh, every 10 days. Uh, and every three years, you have 32.688. So you every three years, you have 13 months. But every 27 years uh, you have a sort of you have to adjust the year as like this. So 27 rocks are here. So 12 months, 12 months and now 13 months, 12 months, 12 months, 13 months. right? This is your calendar in every. And 27 are years you need an adjustment. 24 and 25 26 and 27 now you have uh, at the year of the 27 you have only uh, 12 months then you have the uh, you, uh, adjusted uh, the calendar and this is october 28th please remember this very interesting and now ladies and gentlemen please enjoy the following video as to the uh, mystery of uh, dotak and avery uk thank you very much for watching bye hello this is hiroshi hayashi Hamama city japan avery uk versus dotaku or kamo iwakura ruins in japan gas calendar kamigami no calendar avery to カモ・イワクラをつなぐ謎の点灯線。エーブ・ベリーとは何なのか、銅鐸とは何なのか、その答えを考えてみました。まず、エーブ・ベリーとカモ・イワクラ遺跡を紹介します。エーブ・ベリーにはこのように岩が並んでいます。カモ・イワクラからはですね、 まあ日本でも最大級と言いますか最大数の銅鐸、えー、が発掘されています。これがエイブ・ベリーです。右がカモ・倉遺跡です。出雲大社のすぐ近くです。で、これら2つは謎の点と線、すなわちカレンダーという線でですね、つながっています。それを皆さんに今日は紹介します。まずエイブ・ベリーですね。 このエイブベリーの中心からサイトバル、九州サイトバルに線を引きます。サイトバルです。左がエイブベリー、右がサイトバルです。その直線は、フィミコの財宝で知られている沖ノ島を 通り、そしてダザイフ・テンマグを通りサイトバルへとやっていきます今度はダザイフ・テンマグとウサ・ジングをつなぎますそしてサイトバルとつなぎますダザイフ・ウサ・サイトバルは卑弥呼・吸収説の3つの論争点になっています九州説もこの3つで争われています 佐からダダイフまでは270.00。まあ、西ですね。それから佐からサイトバルまではホ、ホアですね。まあ、南180.00です。今度はサイトバルと出雲大社をつないでみます。そして、出雲大社と伊勢神宮をつなぎます。C と D の距離は、誤差100メートル以内で、 同じです。今度は伊勢市ラインから270.00ほんのわずかエラー出ますけども、まあ、西に行くと沖の島に行きます。これら,はこれらの場所はですね、点はですね、このように極めて機幹学的な関係で結ばれています。なお、うさ、 ダダイフ、ウササイトバルの距離は正確に1対2の関係にあります。その出雲大社と伊勢神宮をつないだ新直線下に全く狂いなくその下にカモ・イワクラ遺跡があります。カモ・イワクラ遺跡からはですね、日本でも最大数の銅鐸が発掘されています。このように と言いますか、まあ、これからそれを説明するわけですけども大変あの長いきちんとした説明が必要ですからこの後ビデオ945をつなげておきますエイブ・ベリーはカレンダーでしたそして銅鐸もこれまたカレンダーでしたなぜエイブ・ベリーか もうすでに話してしまいましたけどもこれらの岩はですね銅鐸と全く同じ概念で作られた万年カレンダーであったわけですそのことをこれからゆっくりと説明させてくださいエーブベリーの研究者からは大変辛辣な手紙メールが届いています林博史は一人で孤軍奮闘しております 選挙運動みたいですけど。